じゃあその喫茶店で。遺体の確認を。さあ、どうぞ。惜しいんですか？私のこと保険金殺人の犯人だって決めつけてる人いますけどね。
犯人だったらどうして警察に捕まらないんですか。じゃあ車を運転していたのはあなたじゃない。じゃないですよ。こういう疑惑を生んだ原因の一つにご主人にかけられた保険金というのがあると思うんですよね。今はどの家だって保険かけてるでしょ。しかし3億でしょ。しかも結婚してすぐに保険会社11社に合計3億。主人にはね、山や土地があるんです。資産にしても5億とか6億ですから。3億って額も決して高いとは思いませんけどね。ところで事件の後。事件？事件なんてどこにあるんですか。事件だ事件だって騒いでるのはおたくらマスコミでしょう。違う？すみません、事故の後です。タバコいいの？申し訳ありませんが。で、事故の後何？鬼塚さんのことが週刊誌とかに紹介されましたが、つまり以前何度か逮捕歴があるという。確かに前回4本ありますよ。でもね、何でもかんでも私一人悪いわけじゃないんだ。それなのに被害者の話だけ聞いて新聞の記事にした記者がいるんですよ。あ、お前のことだよ。私には話も聞かないで確かめもしないで好き勝手記事を書いてるんだよ。卑怯だよ、一方的だよ。その上何北陸一の毒婦だ。私がまるで主人殺したみたいに冗談じゃないわよ。その新聞記者の顔が見てみたいわよ。なるほど。前に一度会ってるんだろ。ええ、車でシニアの海に忘れたんだったらいつでも見に来てくれよな。あんた大変だったのよ。何社会部。何県警に詰めたの。何か県警の大島警部と富山署の佐伯角田両刑事が昨日から東京に行ってる。東京ってことは熊子って言ったんだよ。こういう何ていうの、壁みたいなそういうのがあって、それで這い登ってさ、もう本当死ぬかと思った。冗談じゃないわよ。白川熊子だね。なんだい。白川福太郎さん殺害の容疑で逮捕。証拠あんの？弁護士さん、あんた一体何やってんのよ。え？何にもしない私がどうして1年もこんなとこに入ってなきゃなんないのよ。検察側も決め手を持ってないということなんです。状況証拠だけで1年も引っ張ってきてるんですか。私はさ、何もしてないんだから決め手なんかあるわけないんだよ。状況証拠だけで犯人にするって言うんだったら人間みんな犯罪人じゃないか。まあいや、それはそうなんだが。あんた手抜いてるわけじゃないだろうね。私がお金は払うって言ってるでしょ。お金の問題じゃないよ。本当かな鬼塚さん。何。私がこの一年あんたの弁護を続けたのもお金のためだと言うんですか。じゃあ何なのよ。状況証拠だけで人が裁かれてもいいのかという、私は私なりの正義感がありました。仮にあんたが犯人だとしても証拠のない裁判があってはならないという、そういう気持ちで。やっぱり私がやったと思ってたね。いや仮にと言って。帰れ、お前なんかクビだ。私なんかよりね、腕のいい若い弁護士がいいよ。そういう心当たりないことはないしな。もう弁護士なんていらないよ。私は六法全書も全部読んだんだ。私の弁護は私がやるよ。秋谷さん。おい。東京の週刊誌の記者さんがお見えです。部長、行っていいですか。いいよ、売れっ子。週刊エポックの中川です。
あ、どうも、はじめまして、秋谷です。どうぞ。鬼塚熊子についてということでしたね。東京でも秋谷さんの記事がいわばバイブルでして、鬼塚事件については秋谷さんに挨拶なしでは書けないと思いまして。いや、まあ今お茶でも入れますから、どうぞごゆっくり。ですけどいいですか。ああ、どうぞ。まず熊子の犯罪歴というのから。ああ、実際にこの逮捕されたりして前科がつくのは東京に来てからなんですが、上京直前にもひどいことやってんでしょこいつは。おお、高校を中退して博多のクラブに勤めていた熊子は、そのクラブに客として来ていた市川正夫と22歳の時結婚したんです。相手の男というのが博多でも有名な料亭の跡取り息子で、結婚後は正夫の親に建ててもらった一戸建ての家で生活してたんですね。ところが2年後、熊子は町でクラブの客だった男とばったり会ったんですね。その男は松崎という怪しげな興行師でして、もちろん熊子とは分け合いの関係でした。当然のことながら二人がよりを戻すわけです。そしてそれが亭主に知れて、夫婦は揉めて、熊子は松崎と一緒に住むようになる。そのうち熊子は夫と別れたいから家を自分にくれと要求したんですね。めちゃくちゃだな。当然夫は拒みました。そこで熊子は松崎と共謀して家の権利書と実印を手に入れて名義変更したんですね。もちろん夫の側は警察に訴えとか言い出しました。そしたらその松崎が知り合いの暴力団員を引き連れて、名義変更の書類に違法はないのだから1億円で買い取ると、まあ持ちかけたんですね。相手は料亭という客商売ですし、後々の面倒を考えて1億円出しました。まあ事件こそなってませんが、立派に恐喝と詐欺ですね。その1億円で銀座のクラブ買い取ったんですね。そうです。しかし店はすぐに行き詰まったようです。氷には手を出し、店のホステスに客と肉体関係になることを勧め、その客をやんわり落として店につなぎ止めたり金を取ったり、まあ悪どいことでしのいでたんです。なんだよ、どこに目つけてんだよ。おいおい姉ちゃん。博多からついてきた松崎はさすがにこれに愛想をつかしましてね、熊子のもと逃げ出しました。なるほど。ますます熊子は窮地に陥ります。客への金の取り立ては厳しく、ホステスへの給料も何やかやケチつけては削り、売り上げの悪いホステスを殴りつけたりもしたんです。それでとうとうホステスの大半が店を辞め、ついに渡り手形を出してしまった。金策が尽きたのも、ホステスの大量脱走もチーマンをやっていた石川陽子のせいだと思い込んだ熊子は、知り合いのヤクザを連れて陽子のマンションに乱入したわけです。出てって出てってよ。この暴行傷害事件で初めて懲役刑を食らったんです。白川福太郎さんは東京によく行ってたんですか。いや、福太郎さんは富山でホテルの経営や林業をやってましてね、商談とかではたまには行ってたんですが、熊子がいた店には取引先の招待で初めて連れて行かれたそうです。昭和63年2月ですね。そうです。以来熊子に入れ上げたんですね。まあ熊子にしたら赤ん坊の手をひねるようなもんだったと思いますよ。秋谷さんは熊子が保険金目当てに夫を殺したとお考えですか。だってそうとしか。いいですか、孫が3人もいる初老の財産家と結婚してすぐに3億の保険金をかけたんですよ。そして車が転落、夫は車内で溺死し、妻の熊子は助かった。
事件の後、実は私一度鬼塚熊子に取材したことがあるんですよ。逮捕される前ですが。で、あの時車を運転してたのはご主人の福太郎さんだとおっしゃってますよね。私が運転してたって言ってる人いるらしいけどね。違うんですね。私だったらどうだって言うの。いや、いろいろ厄介なことなんじゃないかと。どんな保険金目当ての殺人じゃないかとか出てくるんじゃ。それは記者さん、あんたがそう思ってんの。ところで今後はどうなさるおつもりですか。まだなんとも。ご主人の死体が引き上げられる現場に私もいたんですが、あの時奥さん確かこの先一人でどうやって生きていけばいいのって泣いてらした。どう生きてらっしゃるんでしょうか。まあ遺産が減れば生活の心配はない。このまま富山にいてご主人の墓を守るおつもりなのか、それとも東京に引き上げるのか。何が言いたいんだ。さっきご主人を愛して結婚したとおっしゃいましたよね。そのご主人が亡くなった今一体どうなさるのか、いささか興味が。なんだよネチネチネチ。噂通りだ。うるせえ。聞かせてもらえませんか、今の気持ちを。そのことがあった後、東京に行って調べてみたんですが、熊子は富山に行く前、新宿の親しい暴力団員に大仕事して金儲けしてくると言ってるんです。大仕事をです。何、大仕事して金儲けして帰ってくるけん見とき。これでも熊子のやってないという主張を信用できますか。なるほど。やってますよ、やつは。これは一般市民の思いも同じだと思います。そういえば熊子の弁護士に嫌がらせがかなりあったそうですね。ああ、原山先生ね。どうしてあんな鬼女を弁護するんだって。弁護を引き受けて原山さん今頃後悔してんじゃないかな。じゃあそれでかな。あ、うちに入った情報だと東京の岡村さんが共同弁護人になるらしいと言われてます。岡村ってあの岡村兼隆。ええ、岡村兼隆か。あり得るね。というと。岡村は原山さんの大学の後輩だ。しかし岡村っていえば日本では有名な刑事弁護士だぞ。10年前の加山事件、3年前の津和崎事件、被告絶対不利と言われた裁判で無罪を勝ち取った。そういう人が原山さんの後輩とはいえ共同弁護人になるかな。部長、もし引き受けたとしたら鬼塚事件も決め手のない検察にとっては嫌ないと思うな。岡村君のことをどこで。まあある筋からとしていきましょうか。本当なんですか。資料も送り、まあ打診はしました。それで。まだ返事はありませんが、私は期待してますよ。彼が加われば非常に有利だ。いや、勝つよ。この裁判は状況証拠のみで自白もないし物的証拠もない。岡村君なら突き崩していくよ。しかし。で、鬼塚熊子犯行説のキャンペーンを張った君としては困るのかね。いや、私は熊子の犯行を確信して書きました。その根拠は。まあ仮に無罪が出たとしたらそれはそれとして甘んじておきますが、でも一般市民の感情は許さないでしょう。熊子の夫殺しは迷惑なんですから。
岡村兼隆が加わってさ、無罪でもなってたら鬼塚お前さんのとこに俺前に来てたいやいや笑うけどさ、今までの例から見たってそうだろ。自分を訴えた者とか悪く言った者のとこには必ずと言っていいほど暴力団に連れて俺前に来てるんだろ。そんなもんが怖くて記事が書けますか。よう。あ、どうも。なんだ今日は。いや、昨日の総合の喧嘩の一件で。ああ、ああ、はあ、例のお肉まな、はい、あれ国選弁護人決まったらしいぞ。へえ、それもな、うん、民事専門の弁護士だと。民事の、まあ、裁判所も弁護士と長付き合誰でもいいってことだよな。どうも。はい。今度あなたの国選弁護人になりました佐原拓吉です。あんたも私がやったと思ってんだろう。いいえ。嘘つけ。嘘じゃないですよ。何がおかしいんだ。あ、何ニヤニヤ笑ってんだよ。笑ってませんよ。笑ってるよ。その顔は。顔のこと言われてもですね、私ね、国選弁護人って嫌いなんだよ。頼まれていやいや引き受けるってわけだろ。はい。お前もか。はい。なんせ私刑事事件は初めてでしてね、民事専門でして、つまり人にお金を貸したけど返してくれないから訴えるとかですね、アパートの住人が家賃を滞納してるから追い出したいけどどうしようとか、そういった類のことはずっと。あんたね、私がなんでここにいるか知ってんの。アパートの立ち退き問題じゃないんだよ、殺人容疑なんだよ。あなた殺しましたか。殺しましたか。疑うのか。あなた殺しましたか。殺しましたか。私が何言っても誰も信用しないんだよ。世間も警察もみんな私がやったって決めてかかってんだよ。そりゃね、そりゃ私は今まで褒められた生き方してきたと思っちゃいないよ。悪いこともしてきたよ、してきたけどさ。あなたはご主人を殺しましたか。殺してない。わかりました。私も安心してその立場で調べることにします。ただいま。あの先生、北陸日日新聞の秋谷さん待ってらっしゃいます。いらっしゃい。あ、どうも。佐原先生ですか。はい。私秋谷さん。お名前は金がね。恐れ入ります。いらっしゃるんならパチンコなんかしてくるんじゃなかった。倉田さん。はい。青木君もこれを開けて。すみません。あとコーヒーを。はい、どうぞ。どうもすみません。早速ですが、鬼塚熊子の弁護を引き受けられるそうですね。よろしかったらその辺のところを一言。はい。無罪だとお思いですか。はい。
自信がおありのようですね。自信というと？つまり勝てるという。さあそれは何とも。これから後半記録とかあなたの書かれたものをもっと読んで勉強です。しかしこれは知れば知るほど難しいですよ。ええ、前の弁護人も相当苦労されましたらしいですね。それに鬼塚の弁護をすると評判落としますよ。どうしてですか？鬼塚はこれまでにもいろんな犯罪を犯してきました。一般市民の感情もどうしてあんな女の弁護をしなきゃいけないのかと。冷静であるべきジャーナリストの発言とは思いませんね。悪い女だから今回も殺しているというのは偏見に満ちた感情論でしょう。でも鬼塚にお会いになれば佐原さんのこの事件に対する印象も変わると思いますよ。彼女には会いました。コーヒーまだ？ただいま。いつですか？今日さっき。鬼塚被告の無罪への確信ぶり、これはもう絶対です。それは犯罪者は当然有罪より無罪を願うでしょうね。でもあんなに見事に無罪の信念に凝り固まっている被告は初めてです。先生はずっと民事をやってらしたから、刑事事件のしかも殺しとかになれば懲役は確実、下手したら無期ということもある。それは必死にもなりますよ。しかしもし必死なら裁判官や検察官に心証を良くしようとするもんでしょう。ところが鬼塚被告は違う。裁判官には噛みつく、証人には罵る、弁護人には無能呼ばわり、心証を悪くしてばかりいる。物的証拠がないのをいいことにごねてるだけです。秋谷さん、私はですね、彼女はたとえ心証を悪くしても無実という真実の前には裁判官も検察もマスコミも絶対に屈辱するという信念があるように思うんですよ。それと夫の福太郎さんは69歳でした。こいつはなんですが、先がそう長いとは言えない年です。鬼塚被告としては何も危険な手を使わなくてもいつか56億の財産が転がり込むんですよ。それは10年後ですか、5年後ですか。いいですか先生、仮に福太郎さんが長寿で90まで来たらどうなりますか。熊子にはそんな悠長な真似はできませんよ。奴は目の前の欲に突っ走るだけです。待てませんか。ええ、そういう女ですよ。もはやあの弁護先生は熊子の強烈な個性に圧倒され感化されてますよ。初めての刑事事件なんで。うん、損の方が大きいな。じゃあなんで引き受けた。有名になりたいんか。なれたらそれに越したことはないです。じゃあなんだ。性分ですね。昭和29年7月10日福岡県大牟田市で父早崎文次郎、母千音子の五女として生まれた。兄一人はね、4人。お父さんは炭鉱で石炭を掘っていらした。月が出た出た、月が出た、迷いを三毛炭鉱の上に行った。拳なの三毛。ああ、あの子は食べていくとか思ってった。昭和34年には妹さんが生まれてますね。先へ。今の天皇陛下が皇太子だった時
美智子さんと結婚した年。やったね。その夏私ら一家は三池離れて北九州の炭鉱に行った。だけど貧乏人には悪魔が取りつくもんたい。それから一つもせんうちに父ちゃんは落盤事故で死んで母ちゃんはで土曜日になったら私服に着替えて博多に遊びに行っとった。酒も飲んだし、鼻の下伸ばしたスケベ男を黙らかして金も出させた。そのうちほど高校退学で唐津の家出て博多に行ったつよ。高校3年の1学期だった。その後兄弟と連絡はない。居所は知らん。海のお母さんも？そげなもんおらん。私には兄弟もおらん。誰がそげなもんいるか。今日はもうこれで終わりだ。なあ、東京で暮らす気あるか？東京？ああ。東京支社に行くの？いや、週刊誌とかを出してる文芸出版社がどうも俺を欲しいらしいんだな。言い訳？いや、口に出してはっきり言ったわけじゃないけど、まあ、そんなようなニュアンスのことをな。行くの？このまま地方の記者で終わりたくないしな。みんなね、福太郎が金持ちだって分かったから私が色仕掛けで落としたみたいなこと言ってるけど冗談じゃないわよ。奥さん10年前に死んだって言ったのよ。その上3年前には息子夫婦が北アルプスで遭難して死んだんだって。だもんで息子の子供3人と生活してるって言うじゃない。私本心からかわいそうにねって思ったんだから。親より先に子供に死なれんのは辛かよね。その上お孫さんの世話まで。はい、私も家庭的に恵まれんやったから、千夜川さんの寂しさ切なさようわかる。なんだかあんたと話でもしたいなと。うん、そう、分かった。行こう。
私生きがいがなくてね。財産だってこれ以上増やしたいとは思わないですしね。孫がおるじゃないの。成長を見守るって言ってもあと20年いや10年生きていられるかどうか。ないんですよ生きがい。結婚申し込まれたのはその年の9月。いや考えさせてくれって言いましたよ。富山の方じゃ周りは猛反対してるぐらい分かっとったしね。でもまあ誠意に負けてね。こんなもの食えるか。食べ物を何するの。こげなもん食べられんじね。味のこと言うのは10年早か。謝るんだ宗春。この女の作ったものは食え。こんな女ってね誰に向かって言うとると。謝れ。鬼。鬼だってさ福太郎が甘やかしたせいか孫たちは裕福になれとったよ。今の子は贅沢だよ。寿司屋に入っても平気でヒラメなんか頼むもんね。あの子は私の質素な考えがいじめだと思ったたいね。なるほどね。そのうち孫たち3人お母さんの実家の方に引き取られていったよ。ところで鬼塚さん、結婚決まって富山に来る直前知り合いの暴力団員川崎三郎に大仕事して金儲けて帰ってくると言ってますね。大仕事とはどういう意味だったんですかね。福太郎に生きがい見つけてやるのは大仕事だなと思いましたよ。なるほど。午前8時、富山市大泉西町の自宅を出る。宇奈月温泉へ行こうという熊子の発案であった。午前10時前に宇奈月温泉に着いた2人は黒部峡谷沿いに走るトロッコ電車を楽しんだ。いただきます。わ午後5時宇奈月ニューオータニホテルで食事。7時前にホテルを出る。
日が落ちてから降り出した雨が次第に激しくなる。ライブイン黒部インターに立ち寄る。何してたの？ちょっとエンジンの調子を見に。やみそうもないな。行くか。富山市街に入った時、福太郎が港の方に行ってみようと言い出したと熊子は供述している。でもね、フロントの曇り撮ってくれ。ここも後ろも。午後9時10分転落。あなたは小学校、中学、高校と佐賀県の唐津に住んでました。近くには景色のいい海辺がある。山もあるがそう高くはない。ところが富山に来ると背後には屏風のような立山連峰がある。うん、鬼塚さん、あなたそういう山々を見てどうでした？いやもう、いや今まで私が見た山はさ、炭鉱のボタ山とか上の方まで木ばっかりある山だったんだよ。そしたらこの辺の山は岩だよ、岩。上の方には雪があってくさ。そういう山に憧れてたんですよね。うん。それであの日は宇奈月に行くことにした。そうそうなんだよ。そげな風に説明できんかったんだよ、あのバカ検事には。ドライブインであなたがトイレから出てきた時に福太郎さんが外から戻ってきたんでしたよね。ああ。エンジンの調子を見に行ってたと言った。なんでそれが。調子悪かったんですか。忘れたよ、そげな細かいことは。何か関係あんの？いや、ちょっと気になったもんですから。本当に細かいよ、お宅は。転落した車の中にスパナと福太郎さんの脱げた右足の靴があった。うん、そのことも嫌になるほど言ったんだよ。知らないんだよ。スパナはどうしたっていうの、靴が何だっていうのよ。ごちゃごちゃくだらんことばっかり聞くんじゃなかよ、あんた。くだらんことかどうかは。あんたも私が運転してたと思うとろうが、せやろ。いやいや、違います。警察もそう言ってんだよ。スパナは海に転落した後、窓を割って逃げるために用意したんだろうって。スパナを証拠物件にすることは検察側は取り下げました。じゃあ、なしてあんたは気にすると。いや、ですから、なんとなく。帰れ、クビだ。弁護士交代だ。まあ私の立場はあなた次第ですから、お好きなように。しょうがないな。クビだ。転落した車と同じ車で実験してみたんですが、水深3メーターでフロントガラスは粉々に砕けると分かりました。それで割るために鬼塚被告が持ち込んだという主張に迫力がなくなると思い、検察はスパナを引っ込めた。うん、でも車のフロントガラスが水中で割れたのは、これはあくまで結果論でして、
スパナはやはり熊子が割って逃げるために用意したものだと思います。そのスパナの大きさというのはこれです。長さ15センチ。ガラスを割るのにどうしてこんな小さなものより金槌を用意しなかったんでしょう。しかし運転席に金槌があれば福太郎さんに見つかった時に怪しまれますよ。それはスパナも同じでしょう。でもスパナと金槌じゃ。これは福太郎さんの車のトランクにあった工具と全く同じ種類の工具類です。この中には15センチのスパナよりもっと迫力のあるこれ、こういうのもある。ただこれも鬼塚被告がガラスを割って逃げるために用意したとすると、なぜこの小さなスパナだったのかということです。あなたも鬼塚被告の性格はもうお分かりでしょう。彼女なら確実に割れる大きい工具を使いますよ。ドンと割って確実に逃れる方法を取ると思います。彼女はスパナのことは知らないと一貫して主張しています。彼女の言う通りかもしれませんね。でも実際にスパナはありました。ええ、スパナと福太郎さんの靴です。このかかとのこの硬い部分にかすり傷のついた右足の靴、これが、いや、ただ気になるんですよ。お、いい匂いだね。今持ってこと思ってたんですよ。だと少なめにしてくださいよ。おい、すいません。はい。でも鬼塚は弁護人を変えると言ってるそうですね。はい、その方がいいですよ。何の得にもなんない。いや、明日あたりまた呼び出されます。そしてクビだと言い出したことは忘れて世間話始めるんですよ。こういうことは何度もありましたから。沢田さんは熊子が白川福太郎さんを本当に愛して結婚したと思いですか。いえ、私もそう思ってます。しかしそれは有罪とは別問題です。そうですかね。今度は思い切った仕事をして大金持ちになって帰ってくると、鬼塚熊子は私と野島秀夫にそう言いました。その鬼塚被告の言葉をあなたはどういう意味に解釈しましたか。そりゃあれですよ、彼女が白川さんと一緒になったのは白川さんの財産が目的だと思いました。そういう意味だと思いました。被告が帰ってくると言ったのは白川さんの財産を取得した上で白川さんと離婚して東京へ戻るという意味でしたか、それとも一時帰郷するという意味でしたか。そうはっきりした言い方じゃありませんでした。じゃあ被告が白川さんの財産を取得する目的で婚姻したというのはあなたの想像ですね。そう言われてみると。大きな声でお願いします。ああ、そう言われてみりゃそうです。彼女がそうはっきり口に出して言ったわけじゃなくて、俺の想像でした。被告は白川さんと婚姻したら白川さんに高額の生命保険をかけるとあなたに言いましたか。いえ、言いませんでした。あなたは白川福太郎さんの友人ですか。はい、白川さんとは30年来の交際で親友であります。
検察官に対する証人の供述調書によりますと、白川福太郎さんは被告人鬼塚熊子と婚姻して約4ヶ月後に、熊子と夫婦になったのはとんだ失敗だった、あの女は気が強くて大変なヒステリーで、その上強欲だ、それに背後には前から因縁のある新宿のヤクザがついているらしいと言ってひどく悩んでいた。そこであなたが、それなら相当な慰謝料を出して熊子と別れたらいいではないかと忠告したとありますが、その通りですか？その通りです。私の忠告を聞いた白川さんは、あの女は3000万や5000万じゃダメだと、1億円以上の金を出さには承知せんやろ、しかし近い将来何とか方法を見つけてあの女と別れると、自分の元を離れていった孫たちのためにもそうせんにはダメやと、けどあの女と離別しようとすれば、わしはあの女に殺されるのを覚悟しとかにはならんと、そういうようなことを言っておらっしゃいました。白川福太郎が妻の熊子に殺されるというのは具体的にどういうことか、あなたはそれを白川福太郎から聞きましたか？いいえ、具体的には言いませんでした。それでは熊子に白川を殺すようなはっきりとした実行計画があって、それを白川が感知したわけではないんですね？その時白川の奥さんが差し当たって、そんな実行計画を具体的には持っていないと思います。殺すとか殺されるとかいう言葉は日常の軽い冗談にもよく使われます。鬼塚被告に明確な実行計画がないのですから、彼女に殺意があったわけではありません。したがって白川福太郎は鬼塚被告に殺意を感知したわけでもありません。木下さん、白川があなたにあいつに殺されるのを覚悟しなければならないと言ったのは、何ら根拠のない白川福太郎の軽口と考えられますが、どうですか？そう言われてみると、特別根拠のある深い意味のある言い方じゃなかったと思います。てるよ、あんた記者さんだ。事件の後よ、熊子のこと東京に聞きに来たろ。ん？あの時はどうも。証人にお尋ねします。はい。9月21日あの時刻はかなり強い雨が降っていた、付近は相当に暗かった。はい。運転席と助手席にはどういう人が乗っていましたか？どちらも白っぽい服を着ていたように見えました。助手席の人は男性でしたか女性でしたか？男性でした。どんな人相の男でした？いや、人相は雨で車も走ってたし、人相までは。しかし車は時速40キロ程度ですから、助手席にいる男の顔は瞬間でもあなたの視線には捉えられたでしょう。だいたいどんな顔だったかでも分かりませんか？
よく分かりません。ではそれが男ということはどうして分かりましたか。男だと思ったからです。土下座したら私が男に見えるとか。このバカ誰が。やめなさい、やめなさい。被告人は勝手な発言はしないように。あなたは車を目撃したとき、あなたの婚約者が約束通りの時間にその場所に来ていないために彼女に電話をかけていたのでしたね。はい。そのためにあなたはなぜ来ないのかと相手を詰問する調子の会話になっていませんでしたか。多少はそういう調子になってました。そのためにあなたは通過する車の助手席にいた人物を一応は目撃はしたものの、注意力が集中せず、いわば上の空で見たという程度ではなかったですか。今思い返してみるとそういうところはあります。じゃあしっかりせんと。静粛に。あなたは9月21日夜に起こった進行不当での転落事故を新聞で読みましたか。22日の北陸日日の朝刊で読みました。そしてその後にこの被告人席にいる鬼塚久間子被告が運転し、死亡した白川福太郎が助手席にいたという推定による新聞記事や週刊誌の記事を読みましたか。はい、読みました。あなたはそれらの記事の影響によって助手席にいたのが男性のようだったという印象になったのではありませんか。いかがです。そういうその一面があったことは否定しません。判断尋問終わりです。驚いたね。こんな展開になるとはな。誰もそんなこと思わないよ。あんたやるね。蜃気楼を見たことありますか。あ、富山湾で4月から6月ぐらいにかけて見ることができるんですが。砂漠でしか見えんとじゃなかね。いいえ、立山連峰の雪解け水が富山湾に流れ込むんです。その水と海水の温度差とかの影響で海上に景色を映すんです。ゆらゆらと幻のようにね。だけど幻じゃない。人の目では届かない見えないものを海上に映してるんですが、ないものを映してるわけじゃない。人間の視力では見えないどこか遠くのものを海の上に映してるんです。真実と事実の関係に似てます。先生、あんたさ、いやでもそげん難しか話してると。誰と。女房とかさ。女房はいない。あ、結婚できんのか。いや、女嫌いやろ。いや。どうした。法律の勉強ばっかして女との付き合い方勉強せんかったか。そうかもしれないね。うん、法律で人間裁くくせに、法律は人間のことご存じないってことだ。で、仕事仕事か。それで女房には逃げられました。あ、そういうこと。
そりゃ逃げるね。どうして？家でもいちいち細かいんだろあんた。玄関から今まで何歩で歩いたかとか、朝ごはんの時どうして味噌汁から飲んだのかとか質問してたんじゃないの？そんなことはない。してたね。絶対ない。何？今どうしてんの？女房？バカ。ご飯。あ、一人でなんとか。女いないの？いないね。作りゃいいじゃないそんなもん。いや、そう簡単には。何？炭鉱にいた頃の朝ごはんを思い出した。単純に住んどったけんね、うち長屋、隣の家とはね、壁一枚で、ご飯時になると聞こえてくんのよ、いただきますって声。隣の柴原さんとこの声とか、向かいの平井さんとこの声、もうあっちこっちからいただきますって。私なんだかこの15、6年朝ごはん食べてないわ。ほらいつも昼ごろ起きてたし。けどここで。うん、だけど一人だもん。誰かと一緒に朝ごはんっていうのやっぱり15、6年ないね。そうか。兄ちゃんたち姉ちゃんたちはどうなのかね。誰かと一緒に朝ごはん食べられてんのかね。兄弟に会いたい？私無罪になりそう？有利にはなったよ。無罪になったら会いに来てくれるかね。居所探そうか。誰も会いに来てくれんかったら嫌だから。先生さ。何？無罪になったら私と朝ごはん一緒に食べてよ。ああいいよ。弁護なかなか評判いいですよ。いや、あれは証言者の立場に立って考えれば当然のことなんですよ。当然ですか？埠頭近くで
電話中に通過した車を見た証人はマスコミが報じた情報を見聞きしたことで推測と予断に満ちた証言になったんです。報じられたものは鬼塚熊子を黒とする捜査側の立場に立ったものばかりでした。私も報じた方の一人なんですが。そうです、私のせいだと。捜査側しか知り得ないことをよくご存知でしたね。それじゃあ私が警察のお先棒を担いだとおっしゃるんですか。あなたにそういう気がなくても結果はそうでした。彼女に偏見を持って黒と決めつけたところから出発したでしょう。そうすると見えるものも見えなくなるものです。鬼塚熊子という名前そのものへの偏見とも言えます。私は白と決めて出発しました。それだけのことです。三島義則、はい、ちょっと待って。おい、高岡田叩きだ。誰か。あ、俺が。いや、君はちょっと休め。お腹で行け。はい、行きます。これじゃダメなんですか。君は疲れてる。疲れてません。いいから休め。あ、あのな、中田行かせるから。はい。もしもし。どうした。無言電話。だだ、おい、一体何のようだ。おい、心当たりあるの。いや、覚えてるよ。あんた記者さんだ。お父さん大丈夫？もう寝なさい。無言電話って何？なんでもないの。さっき言ってたじゃん、教えてよ。いいから寝なさい。ねえ、次回証人の吉川さんとの打ち合わせ10時半ですよ。分かってる。先生？先生！書いてた。こんなものすぐに捨てなきゃダメじゃないですか。ちょっと待って。吉川雅江さん、あなたと白川福太郎さんの間柄を聞かせてください。はい、私の娘が白川さんの息子さんのところへ嫁いでおりました。娘さんと白川さんの息子さんが山で亡くなられ、
遺児が3人残されましたが、あなたにとっても孫ということですね。はい。平成元年3月、それまで福太郎さんの元で生活していたお孫さん3人を引き取られましたが、そのいきさつは。宗春が一番上の子なんですが、私のところへやってきて、おじいちゃんと一緒に暮らしたくないって申しました。泣いて訴えるんです。下の二人の子供たちも一緒に私のところへ来ちゃいけないかって申しますもんで。それを知った福太郎さんはどんな様子でしたか？それはもう驚かれて、宗春になんとか思い返してほしいって頭下げておられました。でも宗春はきっぱり断りました。何と言って断ったか覚えていますか？嫌いだ、お前なんか嫌いだって。おじいちゃんではなくお前ですね。はい。福太郎さんとお孫さんたちの関係は以前からそういうとめとめしいものでしたか？いいえ、とんでもない。孫たちは福太郎さんにそりゃよく懐いておりましたし、福太郎さんも孫たちのことを慈しんで。それが崩れたのはなぜだと思いますか？この女が来てからです。被告人鬼塚久間子のことですね。そうです、この女のせいです。福太郎さんは君たちが吉川さんの家に移った後、会いには来ませんでしたか？来ました。でも会いませんでした。どのぐらいの割で来てましたか？初めは毎日みたいに、そのうち1週間に1回とか。それでも君は会おうとしなかった？はい。そりゃ福太郎さんにはかなりの衝撃だったと思います。具体的にどんなような？一緒に酒飲んでても孫の話になると涙ぐんだり、道を通る子供を見るとずっと目で追ったり、自分の可愛がってた孫たち見放されたってすごい目があって。いや、すいません被告人、あなたは白川福太郎さんを愛していましたか？愛していましたか？そりゃ、はい。ではこれまで何人もの証人が証言した福太郎さんの悩みをあなたは気づいていましたか？そんな悩みなんかなかったと思います。なかったと思う、その根拠は？何？根拠はあるのですかないのですか？福太郎は私に何も喋ってない。あなたに話さなくても悩みがあったとは思いませんか？あんたね、私の弁護士のくせに土下なつもり？福太郎さんはかつて友人の木下さんに、あなたと結婚したのは失敗だった、熊子はヒステリーだ、その上強欲だ、いつか別れたいとも言っている。あなたは愛してると言いましたね。相手の心の中がどんなものか愛してるあなたには分かると思うのですが、どうですか？もしあなたに愛されていたのなら、福太郎さんはなぜ別れたいと思ったのでしょう？愛などなかったからです。妻であるあなたが福太郎自身ではなくその財産に目がくらんでいると福太郎さんは気づいたんですよ。あなたは白川福太郎を愛していなかった、違いますか？あの弁護人一体どういうつもりなんだ？うん、夫婦の不和を印象付けてるだけじゃないかな。うん、そうだよな。
太郎さんの右足の靴が脱げたのはこれまでは車の転落のショックからだと思われていました。左足の靴を遺体が履いたままになっているのはショックの当たった部位が違うというふうにです。ところが車の助手席というものは足元には何もない余裕のある空間です。ですから両足にかかる衝撃は大体平均しているはずなのです。一方運転席はノークラッシャーとはいえアクセル、ブレーキペダル、ハンドルなどがあり複雑なのです。ですから運転席こそ転落の際の衝撃の度合いに差が生じやすいと考えるのが適当なのです。つまり弁護人は運転していたのは白川福太郎であると考察いたします。これが脱げていた右足の靴です。この靴のかかとの硬い部分にかすり傷がついていました。この傷が気になっていたのですが、それがなぜついたのか実験いたしましたので説明いたします。使用した車はもちろん転落した白川福太郎の車と同じ車です。この車のブレーキペダルと床の間隔は7センチです。靴の高さは 7.4 センチで入りません。その靴を横にすると 6.7 センチでした。しかしこれでは3ミリの余裕ができ、靴は抜けるかブレーキを踏んでも緩く作動します。完全に効かなくするには3ミリの何かがいるのです。これは転落した車の中から発見されたスパナです。このスパナの厚みを測りますと4ミリでした。床はカーペットでしたので4ミリのスパナでも押し込むことができました。これでブレーキは全く用をなさないのです。弁護人は白川福太郎の右足の靴は転落の衝撃で脱げたものではないと考察しました。しかも運転していたのは鬼塚被告ではなく白川福太郎であった。靴についていた傷とスパナとの関連を科学的に分析していただきたいとお願いします。白川福太郎のその行動は何だとお考えですか？自殺行為だと思います。福太郎はその何ヶ月間失意と孤独の日々でした。生きがいは何もない、死にたいと思っても不思議ではない精神状態でした。しかもあの日福太郎は一人息子が遭難した北アルプスの麓に行ったのです。もちろん発案者は被告でしたが、しかし自分が一人死ねば喜ぶのは熊子でした。熊子に財産が行くのだけは防ぎたいと思ったに違いないのです。決意したのは当日のおそらく帰り道でしょう。鬼塚被告がトイレに行った間に福太郎は外に出ました。その時トランクの工具入れからスパナを出し運転席に隠したのではないかと考えます。福太郎は鬼塚被告にしきりに窓を吹かせ、気をそらさせた間にブレーキペダルの下に靴とスパナを挟んだのです。いざ自殺という時、人はひるんだりためらったりするものです。福太郎も本能的にブレーキを踏んでしまうことを恐れ、靴とスパナを用意したものだと資料いたします。いつかお話をお伺いした週刊エボックの中川です。大変なことになりましたね。秋谷君、何か死者の方に空きができたんだ。敦賀なんだけど、福井の
行ける？それでは鬼塚熊子に対する殺人被告事件について判決を言い渡す。主文、本件被告人鬼塚熊子を無罪とする。今日はホテルでゆっくり。そうね。あ、よかったら明日の朝朝ごはん付き合いますよ。何よ、私を口説いてんの？いや、そう。